国鉄9700系蒸気機関車。9700型は、かつて、日本国有鉄道、国鉄の前身である、鉄道員に在籍していた、貨物列車経営用のテンダー式蒸気機関車で、元は、日本鉄道が1897年、明治30年に、アメリカのボールドウィ社から輸入したものである。車軸配置2から8から2系の機関車であり、 ボールドウィン社は本形式の製造にあたって、この車軸配置に対し、天皇の故障にちなんだ、カドと名付けたことで知られている。日本鉄道が、海岸線、現在の常磐線沿線から算出される石炭の輸送用に20両を輸入したもので、当時、日本最大最強の機関車であった。製造番号は15,203から15,222で、日本鉄道では、 BT-4、6系、530から549と称された。ボールドウィンの種別故障は、12から30から1、4 e 種別番号は1から20である。日本鉄道国有化後の1909年、明治42年に制定された、鉄道員の車両形式称号規定で9700、型に定められ、9700から9719に改版された。 その際、工術のう点加湿室に改造された5両は9715から9719にまとめられている。本形式の特徴は2から8から2という車軸配置にある。これは上磐単電産の熱量の低い粗悪な石炭を燃料として使用するため、火床面積を大きく取る必要があり、重輪を設けてその直上の大枠に 火室を乗せる構造を採用したためである。その後、1901年、明治34年及び1902年、明治35年に5両、531、532、536、541、548が、うってん室に改造されており、下方に大きく広がったかまぼこ型の火室形状となった。2から8から2という車軸配置は、 アメリカでは2の10ゼ0系機関車の第5動輪を重輪に改造した機関車をはじめとして1880年代から存在していた。この車軸配置の相性として1893年に2から8から2系機関車を導入した鉄道会社にちなんだカルメットが提案されたが定着しなかった。ボールドウィン車では1890年から2から8から 日系機関車を製造しており、特に本形式の製造にあたって、日本にちなんで、ミカドと名付け、この車軸配置の機関車を大いに宣伝し、1905年頃から各地の鉄道で多数が採用された。中央部の四体の動輪に対して、各一軸の先台車、受台車により、重量バランスが取りやすく、乗り心地が良いことから、乗務員に好評であったという。しかし、 日本においては、本形式に続く形式では、重輪を排した2から8から0系車軸配置のまま、過失の置き方を工夫することでより高性能が得られることとなり、さらに鉄道国有化後の標準機となった9600型にも2から8から0系車軸配置が採用され、2から8から2系車軸配置は1923年の9900系 D50 系まで途絶えることになる。 ボイラーはストレートトップ型で第二感動上に蒸気ドームを設け、砂箱は第一感動上に1個設けられていた。安全弁はポップ式で第三感動上にドーム型の台座を設けてその上に汽笛ととに取り付けられていた。汽笛は重音のよく響くもので沿線住民からの苦情で普通の単音型に交換されたという。当初、 車体は緑色に塗られており、ボイラーの継ぎ目は、真鍮の細体が巻かれ、運転台側面と淡水車には、黄色のラインが入れられていた。さらに蒸気ドームや砂箱には、簡単な模様が、入っていたというが、いつ頃から、黒一式になったのかは定かでない。淡水車は釣り合い量式に軸ボギー台車を2個備えた、もので、水槽容量は2500ガロンであった。 の前は9700から9714、あとは9715から9719、うってん過改造機の所言。当時最大最強の機関車であった割には、本形式の経歴に関する資料は少ない。1897年2月に、日本鉄道海岸線田端、平間が開業しているが、その区間の貨物列車の経引に使用されたものとあれる。 1905年、明治38年5月末時点の配置は、平子9両、水戸子2両、福島湖6両、大宮工場入場中3両であった。日本鉄道国有化後は、東部鉄道管理局管内に配属され、その後の管理局会変更に伴って、東京東部仙台鉄道管理局の所属となった。仙台鉄道管理局の所管は、東北本線白川。 常磐線帯来北で、一ノ関湖、仙台湖の配置であったが、1922年、大正11年7月、全社が廃車となった。民間に払い下げられたもの、保存されたものはない。日本にちなんだ名称を持つ、初の、三角ではあったが、保存の話は、全くなかったという。日本国外では、ボールドウィン社が、大いに宣伝したので結構有名であったが、 日本国内では、さほどのこともなく、当の日本鉄道自身も、公文書で、八連十二輪コンソリデーションと記しているぐらいであった。なお、本形式の淡水車、テンダー六両は、廃車後に、水運車へ改造されている。ほぼ同型の6600系のテンダーが2両一組の30トン席、尾身310系、昭和三年昭和改正で、 ミキ 1>, 1系とされたのに対し、本形式のテンダーは、単車形態の14トン積込み3 9 0三3 9 0から395、同、ミム1系1から6となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。